東大数学プレミアムですね、こちら星 4.8、まあ、レビュー数16ということになっています。くれぐれも、まあ、東大京大受ける人に言いたいのが、これで東大京大数学分かった気になんなよっていうのは思いますね。はい、どうも、じゃあ篠原です。数学参考書ベストセラーということで、どうも、じゃあ篠原です。今回はAmazon で延べレビュー数1万人分のレビューを集めました。そしてその結果、レビュー数が多く、かつ売れてる教材何なのかということを調査しました。そのデータこちら。はい。大変だったです。はい。これもうめちゃくちゃ調べるのしんどかった。まあ僕がしんどいっていうよりも、僕の塾のスタッフがね、しんどい思いをして頑張って調べてくれました。今回ですね、このデータに基づいて、まあこういう参考書がいいんじゃないかということをお伝えさせていただければと思います。はい。じゃあ早速一番上から見ていきましょう。一番上なんですが、解きたくなる数学ということで、レビュー数がなんと900を超えているというね。まあこれ教材というよりも読み物に近いんじゃないかなと思います。実際ね、こちら、僕の方ではもうありとあらゆる教材参考書問題集、まあ散々見てきてるんですが、その中でもちょっと正直知らなかったですね、知らなかったんですが、まあこういう本があるのかと。でまあすごいレビュー数も多いですし、まあ評価も高いので、もしよかったら読んでみてもらってもいいんじゃないかなと思いますが、まあ勉強っていう感じじゃないかなと思いますね。はい。続いてこのデータを集計した時点で、ちょっとこの解きたくなる数学より下側だったのが、東大の先生、文系の私に超わかりやすく数学を教えてくださいになります。はい。これもどちらかっていうと読み物系の教材になるかなと思うので、まあ数学ちょっと苦手だなと思う人は見てみてもいいんじゃないでしょうか。さあ、こっからですね、ちゃんと、まあちゃんとって言うとあれですけど、教材が出てきます。中学3年間の数学が一冊でわかる本ということで、700以上のレビューを獲得している教材になります。この教材なんですが、おすすめなのは新高1ですね。これから高校に入るよっていう時に、ちょっと数学苦手だなと、今まで嫌いだったな、嫌だったなって思った時に、じゃあちょっと一発復習かけてみるかと。ただこれから高校に入るまでって期間が短いですから、その短い期間の中でやるんだったら、まあこれかなっていうふうに思いますね。はい。多くの、まあ人が使ってるというか見ている、まあそんな教材と言えるんじゃないかなと思います。はい。少し下がってですね、レビュー数としては400レビューぐらいなんですが、皆さんおなじみですね、合格る計算、受かる計算になります。受かる計算の 1A2B がここに入ってきました。まあやっぱり合格る計算、受かる計算って多くの受験生が持ってますし、本としてもねすごいいいんですよ。その計算のテクニックっていうものがまとまってるし、特にまあ 1A2B っていうと文系ですから、まあ数学にね苦手意識があるという人が多いんじゃないかなと思いますが、まあそんな人のためにこの合格る計算、受かる計算っていう本はありますので、まあちょっと今のところ苦手意識あるなと、ちょっと数学やばいかなっていう場合、手に取ってみてもいいんじゃないかなと思います。はい。その下ですね、中1数学を一つ一つ分かりやすくということで、レビュー数データ集計時点では387、星 4.2 ということで、このですね、一つ一つ分かりやすくシリーズってめちゃくちゃいいシリーズなんですよね。僕の塾では基本的に英検対策で使っています。篠原塾では、英検の例えば2級買ったって人がこれから11チャレンジするっていう時に、一番最初に指定するのが11の一つ一つ分かりやすくなんですよ。なのでこういう一つ一つ分かりやすくシリーズで、まあ中学数学復習したいとかねっていう場合は非常にいい教材なんじゃないかなと思います。星 4.2 ってことなんですけど、 4.2 ってことはないと思いますね。もっと高いとも 4.5 とか、それぐらいあってもいいと思うんですが、まあ少なくとも僕はそれぐらい高く評価している教材ですね。はい。続いてレビュー数が300ぐらいで、星は 4.3 ということで、中学3年間の数学が一冊でしっかりわかる問題集が来ております。まあこの教材もそうなんですが、なんかやっぱり中学数学に苦手意識を持つ人ってかなり多いってことがわかりますよね。この動画を見ててやっぱりこう中学数学苦手意識あるなぁと、ちょっと嫌いだな、嫌だなっていう風に思っても安心してください。みんな苦手で、みんな嫌いで、みんなどうにかしたいと思ってるから、これだけ参考書問題集がありレビューされているということがわかるんじゃないかなと思います。逆に言うと、今内心ね、みんなそのレベルでそんな感じなのっていう風に思った人は、すごく数学が得意と言っていいんじゃないかなと、自信持っていいんじゃないかなと思いますね。さあ、ちょっと星が上がってくるにつれ、やっぱりこうマニアック向けになるというか、だからこそまあレビュー数は少なくなってくるけど、まあ星はね高くなってくるっていうところになってきます。
チャート式ですね。基礎からの数学 1A、星 4.5、レビュー数267ということで、天下のチャート式ですら、レビュー数260ぐらいしかないんですね。これちょっとまあ意外なんですが、この星 4.5 の中では、まあ堂々の1位のレビュー数を取ってると、まあ要するによく売れてるというふうに言えるんじゃないかなと思います。まあ正直僕の塾、篠原塾では、もう、つべこべ言わずチャートやらんかいと、いろいろめんどくさいとか、しんどいとか、問題数多いとか、いろいろ言いたいことあるの分かるけど、チャートやらんかいとずっと指導してるんですが、チャート式はいい本だっていうことが、まあ、これでよく分かりますよね。もう数字で明らかに評価が高いですよね。なので、まあ、めんどくさいの分かるよ。あ、チャート式しんどいの分かります。分かりますが、まあ、やった方がいいんじゃないかなと思いますね。で、もう一個、その下側なんですが、総合的研究ですね。総合的研究が、まあ、星 4.5。で、このデータ集計地点ではレビュー数100ということで、まあ、レビュー数こそ少ないですが、評価は高いということが分かるんじゃないかなと思います。で、このことで言えるのが、まあ、やっぱりこう、まあ、チャートもそうだし、フォーカスゴールドもそうだし、まあ、この総合的研究もそうなんですが、一緒なんですよ。もう基本的に本の構成というか、内容というか、もうそういうものは、まあ一緒で、で、あとはどう使うかとか、何を目的としてやるのかっていうことの方が大事だったりするんですよね。だから今、例えばチャート式今僕押しましたし、これまで生徒にもやれというふうに言ってますが、フォーカスゴールドを持ってるんだったらフォーカスでいいんですよ。総合的研究を持ってるんだったら総合的研究でいいんですよね。なんで、まあうちの塾の指導方針では網羅系はやらんかいというふうに言ってますし、まあ、だからこそこれだけの結果が出てるんじゃないかなというふうに思います。まあはっきり言って僕自身もチャートで京大受からせてもらいましたからね。うちの高校は黄色チャートを使ってたんですが、黄色チャートでまあ京大も受からせてもらったんで、まあ大変素晴らしい教材だと僕は思いますね。はい、続いてですね、ちょっと、レビュー数としては少ないけれども星の数が多いということで、東大数学プレミアムですね。こちら星 4.8、まあレビュー数16ということになっています。ちょっと面白いのが京大の方は星4.3、レビュー数16ということでね、レビュー数一緒なのに京大と東大で星が 0.5 も違うっていう、これなんででしょうね。なんでですかね。まあ、京大とか東大の、過去の問題でいい問題、良問みたいなやつを集めてるみたいな、まあそういう教材なんですが、東大と京大の問題で悪い問題ってあんま見たことないですからね。だからまあ、使いたかったら使ってもいいと思うんですが、くれぐれも、まあ、東大京大受ける人に言いたいのが、これで東大京大数学が分かった気になんなよっていうのは思いますね。はい。最低、過去問10年分はやらないといけないので、こういうピックアップしてるやつだけで分かった気になんなよとは思います。で、東大数学で言うと、東大数学の発想と研究で、東大の数学っていうことで言うと、これすごいですね。星5です。素晴らしいですね。まあ、東大数学受けるんだったら、ぜひ見てみてもいいんじゃないかなという教材が出ています。同じくですね、鉄力会の方から、東大数学問題集資料問題編回答編ということで、星 4.8 レビュー50ということで、なんかね、やっぱり東大数学っていうのは研究の対象によくなってるんですよ。あとは100年前の東大入試数学、ディープすぎる難問鬼門ということで、まあ、星は 4.2 ですが、まあ、ちょっと読み物系でね、そういう教材になりますが、レビュー数が36ということで、やっぱりこう、東大数学っていうとね、みんな見たい、興味があるっていうふうに思うんじゃないかなと思います。京大数学、残念ということでね。まあまあ、みんな東大大好きですからね。基本的には東大みんな好き、興味があるっていうことなんじゃないかなと思いますね。まあ一応この動画を見てる人で、東大に行きたいっていう人は、ぜひ数学のテクニックっていうものを意識してみてください。誤解を恐れずに言うんだったら、東大の方が暗記数学よりです。暗記数学で対応できるっていうところが大きいんですが、やっぱりその暗記量とか、知らないといけないテクニックっていうのはすごい膨大ですね、東大は。一方で京大はどちらかっていうと、本質理解よりなんですね。本質さえ分かっていれば、多少テクニック知らなくてもなんとかなる。あと、計算がやっぱり京大って楽なんで、数字が簡単になりやすいんですよ。東大はわけわからん数字、ルートの中に3桁入るとかね、そういうことは結構ザラですが、まあ京大そういうことはあんまりないので、そういう意味ではまあ、計算もしやすいですし、答えがね、スパッと出る、っていう京大数学の方が、まあ僕は数学っぽいなと思って好きなんですけど、世間的には東大数学の方が人気があるっていうことなのかなと思います。だから東大数学っていうのの難しさっていうのは計算力もいるし、テクニックも知らないといけないし、でも、まあ、オールオアナッシングにはなりにくいっていうね、ところがあるんですよね。つまり、京大だったらもう分からんかったら0点なんですよ。分からんかったら0点、分かったら30点。まあ、満点ですね。入るっていうところなんですが、東大はそうではないと。まあ、全然分からなかったらもちろん0点ですが、まあ、20点満点中8点くれたり、15点くれたりみたいな感じで、こう、段階を踏ましてくれるんですよね。まあまあ、そういうところで言うと、その、数学っぽい問題が好きっていう場合は、
兄弟の方が、まあ、楽しいんじゃないかなと、やってて面白いんじゃないかなと思いますが、まあ、なんかこう、受験生をふるいにかけるっていう意味では、東大数学の方が、まあ、いいのかなとは正直思いますね。はい。ということで今回ですね、まあ、数学の教材の中で比較的売れ筋のものばかりを紹介させていただきましたが、他の教材もいっぱい、集計しました。まあ、100ぐらいかな、集計したんですが、全部見たいよっていう場合は、この LINE の QR コードを読み取ってください。この LINE の QR コードを読み取っていただければ、この Excel のデータプレゼントしてますし、他にもいろんなプレゼント、この LINE の QR コードを読み取ってもらったらあげてますので、篠原の公式 LINE に友達登録してください。ということで、受験生、高校生1万人が選んだ数学教材のレビューでした。今回のはこれで以上です。ご視聴お疲れ様でした。